はい、皆さんこんにちは、メカミックスです、ファイアーエンブレム、イフ、白夜王国、第7章から、やっていきたいと思います。メカミックス様、この聖界では、龍脈の力で新たな建物を設置することができます。早速試してみましょう。お、なんか下にいっぱいびっくりマークがついてんな。メニューから建物を選びましょう。建物、続いて建物配置を選びましょう。建物の種類を選びましょう。お、武器屋とかあるじゃん。ミカミックスの像いらねえ。本人が得意な能力の上限が1上がる。お、いいねなんでさ、自分の像が立つことで能力の限界値が上がるんだ。流脈値ゼロじゃん。これ何、どういうこと。でもそうすると武器だな。武器が購入できる、いいね。ちょっとこれにしよう。建てる場所を選びましょう。どこでもよくね、こんなの。ここ選べねえし。青になってるところがいいってこと、赤になってる方がいいってこと、どっちだよ。青っぽいな。これだって道だもんね。道のど真ん中に作れんな。んー、どうしようかな。まあ、武器屋だからあんまり宮殿の近くにあってもしょうがないと思うんだよね。城下町的な雰囲気で。で、土地をね、選ぶっていうことはね、店を出す上で多分重要なんですよ。集客力につながりますからね。で、この入り口近くに作って、一番最初に目に触れるところにするか、それとも、ここの角あたりに作って、この神殿へ行く人たちのルートの集客をしつつ、ここが中央っぽいから、ここに多分人が集まると思うんですよ。なんでここの人たちを集客するか、多分ここの土地とこの4隅、この4隅の土地と入り口のここら辺は多分土地代が高いんですよ。場所代ですね、いわゆる場所代が高くなると。で、ここの端とかこう人が入ってきてのこうじゃないですか。人が入ってきてのこっち、あ、右側は変な噴水みたいなのかな、これ噴水かどうか知んないけど、これさっきの木か、木がないんで、進行ルートはこっちの方がまだ人は流れやすいと。で、これは変な邪魔なものがあるんで、ちょっと進行ルートが妨げられるんで、ここに置いちゃうとあんまり集客できないと思うんですよね。なんでここはまあそこそこ土地が安いと。その代わり回転できるしで、回転も重要ですよね。で、後ろ向いてたら人来ないし、だってで、ここはちょっと遠いと。で、さらにこっちの方、左行けんのかな。あ、こっから左は行けないのか。で、もうこっちの一番端は入り口からも遠いし、で、この参拝客も帰っちゃうんで、多分参拝し終わったらわざわざこっちに来ないんで、多分ここが一番土地代安いっすね。まあ、ただその代わり集客はあんまり見込めないと。多分そんな感じになると思うんで、まあ、武器屋は、そうだな、白夜王国では、まあ、要になるから、まあ、ここら辺に置いときますか。ちょっと土地代かかりそうだけど。ほい、龍脈を一消費しますてか長々と何の解説してた、解説じゃねえしみたいな何の話してたんだよって感じだし。お見事です、ミカミックス様。建物はすぐに利用することができます。ぜひお役に立ててください。私からは以上です。お疲れ様でした。龍脈ってどうやって溜まるんだ、時間かな。ミカミックス様、今後この地に関することは何なりと私にご用命くださいませ。お前はここに居座るのか。マイキャッスルの建物に関する説明は指南から確認することができます。うん、ワールド更新中。お、すっげえ動ける。水晶玉って何、すれ違いか。なるほどね。これちょっといいや。で、こいつはフェリシアか。何かにつまずきました。なんでしょう、お前歩いてねえじゃねえかよ古びた書物、そんなものの、なんで落っこってるんだよつまずいたって落っこってたってことでしょ。お、支援会話、何これ。戦闘で一緒にいるなどで2人の仲は仲良くなっていき、支援会話で支援レベルアップ、後陣防陣の時にさらに有利になります。支援レベル S では2人は結婚、マジか、マリッジプルフで結婚相手の兵種にクラスチェンジできます。なるほどね。でもさ、相手のクラスチェンジでしょ、相手のっていうか結婚相手の兵種でしょ。
別にな、そんな今すげえこいつになりてえっていうのねえし、最初に選んだもん。支援レベル A プラスで自分の最も大切な友に、友の兵種にクラスチェンジできます。うーん、いいんだか悪いんだかよくわかんねえな。トーク、これ何、鈴風。はあ、鈴風、この大根どうしたんだい。随分たくさんあるみたいだけど。あ、ミカミックス様、実は先ほど道案内をしたご婦人からお礼としていただいてしまったんです。なるほど、じゃあ今日のご飯は大根尽くしだね。よかったね鈴風。いいえ、全くよくありません。大根嫌いなの？え、どうしてだい。道案内だけでこんなにお礼をたくさんいただくわけにはいきません。それにこういったことは今回が初めてではないのです。初めてじゃない？ええ、なぜか私は見ず知らずの女性から声をかけられたり何かをもらったりすることが多いのです。プレイボーイだな。そうなの？はい、少しお話をしただけなのに悲鳴を上げて抱きつかれたり、いきなり手紙を渡されたり、今日のように食べ物を持たされたり、仲間内で起きたことはないのですが、ああいったことをされると戸惑います。いいじゃない、それって鈴風がモテるってことだよ。も、モテてるですか？うん、その女性の皆さんはきっと鈴風のことが気になってるんだよ。ほら、鈴風は誰にでも親切だし、忍びとしてもかっこいいから。それ忍びとしてダメだろそれ。忍びとして目立ちすぎだろ。この間も町にいた女の人が言ってたよ、憂いを帯びたあの顔が素敵って。だ、町の人にさ、なんで忍びの存在が知れ渡ってるんだよ。そのようなことは決して。お褒めいただけるのは嬉しいですが、私は忍びの修行に専念したいので、そういった接触は控えていただきたいものです。ふん、鈴風は真面目なんだね。いえ、このような心構えは忍びとして当然のことです。いや、その心構えの前にさ、忍びとしてもっと忍べ。それに私はあなたが言うほど良い人間ではありません。え？いいえ、何でもありません。では私は修行がありますので失礼します。あ、言っちゃった。さっきの言葉、いい人間ではないってどういうことかな。過去に何かあったか。支援レベル C、ね、こいつとの支援レベルが C に上がってもね。他、お、これ仲間になるリストか。全然はてなはてなはてなだけど。あ、これ人と人ともあげられるんだね。まあいいや。ちょっと武器やってもいけないじゃん。大根とかなんだよ。野菜、よく村などで女性が私にくださるのですが、何かしたのでしょうか。なんか大根手に入れた。よし、とりあえず、あ、これマイルームか。何しようかな。招待する、髪型を変える。髪型とか変えるとちょっとわけわかんなくなりそうだからやめといて。頑張ります。今日は私に任せてください。なんだか何でもできそうな気がするんです。おお、調子が上がった。いいね。資料館とかはいいや。歌いましょう。うん、あれ、これってでもさ、一回あげちゃうとやってやるさ。琥珀を一個手に入れた。これ何、リリスの神殿ってなんだっけ。休息が取れんだっけ。食事を与える。リリスに食材を与えることでレベルアップさせることができます。リリスはマイキャッスルの防衛戦で友軍として戦闘してくれます。え、マジで。なんか大根持ってたよね。大根あげるか。はい、どうぞ。おお、全然ありがたみがね、ボソって。完全に家畜だなこれ。経験値が上がった。おー、レベルアップした。レベル2。ごちそうさまです。なんだか心が豊かになりました。今ひで上げ方したけどね。おれ、食えみたいな。もっとさ、手でさ、こう食べなよって言ってあげるんじゃなくてさ、ボスって投げ捨てたからな。武器屋ちょっと見てみましょう。武器屋です。武器屋か。こいつ怪しいな。しかも武器持ってんじゃねえかよ。切りかかってこないだろうな。一応5000円持ってる。俺だって雇の神だよ今持ってんの。絶対攻撃力下がるっしょ、ここら辺の野立ちとかさ。おお、武器いっぱいあるね。今最高なのは2000円の武器、これが一番強いな。追撃しにくいってなんだ。
そういうのも見て見ないといけない。追撃負荷、追撃されやすいって何マイナスじゃねえか。在庫とかあるんだ、なるほどね。ってお金ってどうやって貯まんのそもそも。ヤトノカミ、今のヤトノカミの攻撃力はこれ分かんなくね。だっていやちょっと待って待って、強くなるんだか弱くなるんだかが分かんないんだけど、表示してほしいな。今の攻撃力ヤトノカミがいくつで、これで見ないといけないのか。威力8、弱っおかしくね、ヤトノカミ威力8で。これ何、鋼の刀マジで。まあいいや、ちょっとでもとりあえず聖堂の棍棒か、一番弱いやつだな。うん、どうだろう、とりあえずまだ初期装備でいいや。お金がどうやって貯まるのかも分かんないし、これ絶対ちょっと出んの。身支度、スキル着脱、セーブ。あれ？これどうやって外に出んだよ。いきなり詰まったぞ。じゃあ帰ろう。てか、ようやく物語だ。竜の門が開きました。こうやって選ぶ。難易度変更できんだ。難易度を下げることができます。上げることはできません。また、モードを変更することができます。遭遇戦。あ、これは多分、あれかな？お金を消費して、あれ？遭遇戦が、レベルアップだと思ったけど、敵を探すっていうのもあるな。敵と戦闘することで経験値が手に入ります。お金使うのかよ、でも。まあいいや、普通に7章行きましょう。7章、より集まる心。ようやくスタートか。7章、より集まる心。ここは天神砦。何しに来たんだ、ところで。いい、こっちよ、ミカミクス。ここは、ええ、ここは天神砦よ。さくらが先に来て民たちの治療を行っているの。私たちも手伝いましょう。わかった。いや俺何もできねえよ完全に戦士だからな。おお、みんなぐったりしてる。大丈夫か。大丈夫かい？さくら、ここからは僕も手伝うよ。ありがとうございます。この方がさくら様のおっしゃっていた新しいお兄様ですか。なんか嫌な言い方だな、新しいお兄様って、じゃあ俺たちにとっても使えるべき人だね。そうだ、服従せよ。はじめまして、ミカミックス様。お名前はさくら様から伺っております。あ、どうも。はい、その二人は風花さんと椿さんです。二人とも大切な私の進化なんですよ。いつも一緒にいて私を守ってくれます。そっかさっきの戦闘とかいなかったじゃねえかよ、だって二人とも良さそうな人だし、きっとさくらと三人で仲がいいんだろうな。ミカミックス、大変だわ。どうした？突然どうしたんだ？いい、外にアンヤ兵の姿が見えるの。それもかなりの数よ。なんだって？どうしましょう。追撃だよ。ここには怪我をしている人たちがたくさんいるのに。さくら様、大丈夫ですよ。敵なんて私がやっつけてきてやります。俺も行くよ。こいつ軽いな。だからさくら様は安心してみんなの回復を続けていってください。敵はここに足を踏み入れる前に完璧に葬り去りますので。風花さん、椿さん、お、君たちも戦ってくれるのか。当たり前だよ。この風花、さくら様に最も信頼されている進化として恩義をお守りするのは当然のことだわ。はい、そういうことですので。ただ風花が一番信頼されているって点だけは少し疑問ですけどね。なんですって？だってどう見ても君より俺の方が完璧に優秀じゃないでも私とさくらは小さい頃からずっと一緒の大親友なんだよ。どう考えてもあなたなんかより信頼されてるでしょう。そういう公私混同がダメなんだよ。今もさくら様を呼び捨てにしたし、主君は主君として完璧にお仕えしないといつまでも中途半端なままだよ。椿、あなたね。やめてください。二人とも、ミカミックス兄様、風花さんも椿さんもこんな風に喧嘩ばっかりしてますけど、私にはもったいないほどの優秀な戦士なんです。だからきっとミカミックス兄様のお役に立ってくれます。
ね、そうですよね、二人とも。はい。もちろんです、さくら様。はい。ご命令とあらば、完璧に遂行いたしますよ。頼もしいね。二人とも、頼もしいか？今の会話聞いて。どこも頼もしさを感じられないんだけど。これからよろしく、風花椿。さあ、行くわよ。あは、ミカミックス。やつらはもう砦を取り囲もうとしているわ。分かった。茶番劇をやってる間に囲まれてしまった。お前ら二人のせいだ。この責任は取ってもらおう。支援会話、この辺はなんかいい気がするかな。一応セーブができるのか。出撃するユニットを選択する。セーブしとこう。一番下にセーブしよう。戦闘前はユニット選択。何人出れるの？え、何？ああ、一応全員出るな、この場面では。OK。じゃあ行きましょう。おい！ミカミックス。ほんと、気軽に話しかけんなよ。やっぱり。ミカミックスなんだな。お前が白夜の王子だというのは本当のことだったんだな。お前など知らん。何？覚えていないのか？俺はサイラスだ。全くわからん。幼い頃、何度も一緒に遊んだだろう。俺のこと忘れてしまったのか？親友だと言ってくれた俺のことを。親友？待って、耳を貸す必要はないわ。ミカミックス、繊維をなくさせるための罠かもしれない。どうか惑わされないようにして。なんだと？俺は嘘なんかついてない。くっ、せっかく会えたのに話をすることもできないのか。ミカミックスかわいそうなやつだな、あいつは。鍵、忍びやシーフなどは扉宝箱を開けることができます。方位、それ以外のユニットは扉の鍵があれば扉を開けることができます。宝箱の鍵があれば宝箱を開けることができます。マジかよ、そんなんどこで手に入れんだ。そうすると侵入されちゃいけないと、こう作戦目的とかさないの？だってさっきさ、ボス倒したら終わっちゃったじゃん。一応経験値稼ぎしたいからさ、ボスとかは最後に倒したいんだよね。死なんてだってあれでしょ、環境はだって環境だしね。戦闘アニメどうしようかな。オンにしとこう。そんな長くないし。なんだこれ、戦闘目的がねえな。敵を全滅させるとかさ、なんかここまで侵入されたら負けですとか。まあいいや、とりあえず進んでいくか。まあ自分を戦闘に持ってって、こいつ重要だから後で。で、鈴風レベル3か、こいつと一緒に行くか。どうせ近くにいるし、リンカはここら辺に置いといて、で、さくらは弱い、回復役だからちょっと誰でも回復できる位置にいよう。侍、あ、こいつ椿か。椿は馬に乗ってんのか、ペガサスに。で、一応こいつを、まだレベル上がんないか。ほい、おお、来た来た来た。全然全員進まないな。行くぜ。おお、殺せる。援護します。おりゃー、あれ、今なんかやってくれた椿。何、近づいてきて終了したんだけど。これでいいんだ。そうだ、サポートってこと。あ、なんか龍脈がある。椿すげえな、移動力が。これって基本的にタッグ組んだ方がいいのかな、どうなんだろう。速さ3、魔法防御プラス3、これ多分タッグ組むと増えるってことだよね。防塵、鋼人と防塵のあれが分かんない。なんか鋼人の方が良さそうな気がするけど、ちょっとそこら辺のシステムもうちょっと理解しとかないと。あれ、フェリシア戦うんだ。メイドとしてずっとあそこにいるかと思った。あ、やばい、歌が届かない、もったいなかったな。てかこれ弱いユニット確かに鍛えないと永遠に弱いままだからな。なんで、多分、これちょっと一回、下ろして、下ろすってなんだよな。俺、馬じゃ、ゲー
移動が終わっちゃったよ、行動が。おろせやったら。こういう弱いやつと組んだ方が多分ね、一緒にレベル上げしやすいと思うんだよね。防塵。風花は、こいつと組んどくか、とりあえず。間違えた。防塵と。で、さくらはとりあえず回復できるところにいて、で、こいつもなるべく、歌で、あれ、そうか、こいつらどうしようかな。もういいや。どうやって終わるんだっけ、ターン。ちょ、わかんねえ、わかんねえ。あ、終了か。え、これユニットすり抜けてくんの？やばいよ、これ。うわぁ。こいつ自分を回復できねえかんな。ああ、自己修復してる、でも。とりあえず、こいつで壁になって。これ、待って。今、どういう陣形なの、これ。交代。交代って何？ああ、前衛と後衛が交代するのね。多分今、こいつは、こいつっていうか自分だけど、俺が前衛だな。相性が悪いです。でも倒せんな。ただこっちに壁になって殺すか。おお、めっちゃ上がったぞ。いてくらえキューみたいな。レベルアップした。自分だけレベルアップしていくな、これ。ちょっとよかった。一人で無双するか、仲間も鍛えるか、ちょっと悩みどころだな。今のところまだ全然敵弱いからな。コンボと槍、コンボと槍だったらコンボの方が強いのか。オッケー、いけない。うん、甘い。このさ、横のうろちょろうろちょろしてるの何なの。防塵だから、後陣だと一緒に攻撃してくれるんだっけ。だからこいつ一応攻撃しよう。だ、鈴風をここにやって攻撃して、並べると一緒に攻撃してくれるんだ。行くぜ。手裏剣、あ、そうだ。うお、弱っ。やばい、弱いやつ、マジ弱い。だ、手裏剣でさ、なんで投げないの、おかしくねえか。やばい、こいつ殺せない恐れがあるぞ。そうするとさくらが殺されるかんな。とりあえず減ってるんで回復させよう。よしよしよし。あ、こいつまだでも歌ができるからな。天魔武者で殺すか。いけ、オッケー、完全勝利っと。なるほど、でも防塵を組むとこれで1ユニットとみなされるから、もう終わっちゃうんだよね、行動が。こいつ復活させて、回復に回そう。よし、ようやくレベル2だよ。これ、サポートキャラのレベル上げんの、超苦労するな、多分。で、ここに置いて、で、回復させよう。よしよしよし、OK。ようやく上がった、こいつも。おお、お、すげえ、パラメータすげえ上がった。アクアとは全然違うな、成長率が。なるほどね。防塵プラス後陣にはさすがにならないよな。だって戦闘2人しか出せないから。そうだ、下ろすとこれ終わるんだ。もうさっきもなんかやってたな。龍脈使いたいな。基本これ待ちの方がいいのかな。ターンが短い方がなんかアイテムいっぱいもらえるとかなさそうだからな。メイドちゃん。ちょっとな、ここ一方通行だからな。一方通行っていうか一人しかいないからな。強えな、主人公マジで。倒そう。行くぜ。おりゃー。いいねー。いいねー。勝負あったね。自分を回復したい、自分を。メイドレベル2だ。戦闘力63しかない。こいつ戦闘力59しかない。超弱いんだけど。どういうこと。
口に対して49、戦闘力って何？どう考えてもアクアとか弱いだろう。戦闘力のこれが分かんねえな、いまいち数値的なものが。あなたと共に行って、くらえ、ほら弱、手裏剣は弱いマジで。ああ、いや敵にとられてやっぱダメだ。弓みたいなやついねえからな。手裏剣がこう敵を攻撃できるか、相性が悪いです。でも倒せるな、 100% いける。僕は本気だ。お、投げた。あ、そうか、すみません。はマスが離れると多分投げるんだな。で接近すると手裏剣で切りつけると。OKOK で、こいつちょっと危険だけど前に出して回復させよう。多分大丈夫だろう、近づいては来ないと思う。進めるやつは進んどくか。天馬、うわー、こいつはさすがに機動力が半端ねえな。で歌うと、よし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 。でこいつも、こいつもくっつけるか。宝箱欲しいな、宝箱。盗賊とかいなくね、でも。鍵とかも持ってないしな。地形効果がいまいちわかんない。これ何、階段。回避が10上がるってこと？あ、こっちに宝箱ある。しまったー。でも、鍵ね、盗賊なんていねえし。だって。盗賊と、なんだっけ、シーフって言ってたっけ、忍びって言ってたっけ。もっと前線に出そう。輸送隊って何？え、何？意味がわからん。なんかアイテム調達してくれんのか。ちょ、天魔武者ここに。うわー、びっくりマークの赤いやつが今ついてたぞ。ユニットは固めていった方が良さそうだな。よし、このね、自分を回復できないっていうのがかなり痛いんだよな。おお、弓で攻撃していくか。いいねー、8から結構くらったな。メイドちゃん、かわせよ。かわせよ。半分減らされたし、弱い。やばい、あの斧兵強えな。この斧兵を倒そう。いや、待て待て待て、自分だけ強くなってもな、どうしたものか。とりあえず負けないよ、こいつを倒す。よーし、ナイス、ルリンカー。サポートキャラのレベ経験値が上がんねえな、攻撃してねえから。じゃあちょっと天魔で倒せるな。外さなければ倒せる。これ絶対さ、ペガサス乗ってた方が優位だろう。もっと上飛べよ、上。なんでそんな敵の攻撃が当たりそうな位置でいるんだよ。上空から弓で攻撃するのが一番強いと思うんだけど。こいつを回復させよう。よーし、こいつは割と、こいつ機動力低いな。こいつに合わせて行動していった方が良さそうだな。メイドは何もできねえかな。ちょっとメイドとかレベル上げた方が良さそうだな。お、なんか人々が回復した。理由がマジでわからん。回復役。天魔が全然回復してないな。全然っていうか全回復になってない。で、こいつをここに置いて、で、こいつで復活させて、で、回復させよう。OK、OK。よし、レベルアップ。今回はあんまり上がらなかったな。で、こいつ離そう。基本なんか、
話した方がいいと思うんだけどな。こうユニットを固めて攻撃回数を、うわパクられた、アーマーキラーを奪われた、マジなんだよそれ、ひでえな、敵がアイテムパクってくんのか。めっちゃ進んできた。これ何、こいつの近くにいるとじゃなくて、こいつの近くにいると回復するってこと。シーフ、5000ゴールドとか持ってるよ。なんなんだ、忍びで盗むとかないもんな。まあ、まずはこいつをぶち殺す。落ち着いてください。落ち着いてるよ、お前に言われるまでもなく。主人公強いな、雇の神。あとこいつアーマーナイトか、アーマーナイト太刀打ちできなそうだ。でこいつらが多分来るから、ソシアルナイトかよ、なんか超かっこいいんだけど。この龍脈回復床に変える、ここで迎え撃つか。そうするとよし、こいつはちょっとなんとか処理してもらおう。どうすっかな、攻撃仕掛けていいものか悩みどころだな。しまった、後陣が組めない。お前が行け、サポートだ。でここと、さくらちゃんはここにいて、風花もこっち。よし来たか、やっぱ弱いやつ狙ってくんな。うわで暗い、1当たんのかこれ、1マジ勝て。うお来た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 、ちょっと待って、まずはちょっと龍脈を作りたいから、龍脈ってどこまで隣に行かないといけないとか。こいつ赤になってんな、武器の相性が悪いです。でもしょうがないよな、これやつは。ちょっとよくわかんない、なんか戦闘スピードを上げるみたいな感じのやつをやろうとしたけど、これこれ何、速くなってんのよくわからん。おっしゃー、金をゲットした。あ、アーマーキラー、ってことはさ、シーフとかいないから敵にさ取ってもらってやればいいんじゃん。そういう考えじゃダメなの。お、倒せる、本当に超怪しいんだけど。お、お前の攻撃はもう役に立たん。いってー、食らう、強い侍、相性が悪い割には。おー、いいね、金ゲット。こっから龍脈いけるか、いけないな。ちょっとさくらはここに逃がして、リンカを打って、主人公に歌を歌わせて、でこれで、あれ龍脈ってここで使うんだっけ。いくぜ、回復床に変われ。よしよしよし、ここで迎え撃とう。あのこの右上の宝箱気になるけどしょうがない。ちょ待って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 、メイドちゃんここで大丈夫か、なんか来そうだな。要はこれ来るってことでしょ。よし、ここで待機すれば。何？悪く思うなよ、これはガロン王の命令なんだ。だって今壁越しじゃなかった、おかしくね。壁越しに攻撃してくんのか、あいつは槍投げだから。
またちょっと主人公をここに置いて、で、あとはよし、こういう陣形で、ちょっとあんまり近くにいると奴ら狙ってくるからな。ほい、これで行こう。来た。うわあ。大丈夫だよ。遠くを狙ってきたか。え、だっつえ、やばい。やばね。ノーダメージ。弱すぎる。メイド弱すぎるぞ。行くよ。よし、終わってないぞ。行って。よし。OK、 早い。でも次のターンで殺せそうだな。よし、終わりにしよう。これで、これ回復床にいるだけで全然違えな。まあまずこの一般兵を倒しますか。もう天魔武者だな。戦闘力59で。準備はいい？逃げてったんだけど。恐れをなして逃げてったか。ひでえやつだなあいつ。よし、金ゲットで、まあ自分で倒しましょう。どんどん強くなっていくな俺。久しぶりだな、ミカミックス。待ち望んだ再会がこんな形になるなんてな。俺はお前にもう一度会いたくて聖騎士になったんだ。それなのにサイラス、君は思い出せないのなら今はそれでも構わない。一緒にアンヤに戻ってゆっくり話をしよう。さあ行くぞ。なんで俺こんなに人気者なの。雑魚か。馬もやられた、かわいそう。くサイラス、グランドリオンのないお前などただの雑魚だ。俺の負けだ。殺せ。殺しはしない。何？なぜとどめを刺さない？ねえ、君はさっきの戦いの間、白夜軍を倒すことを何度も躊躇していたよね。それは僕がこの国の王子だから、僕が君の親友だからわざと手加減をしたの？ガロン王の命令で僕たちを倒しに来たんじゃなかったの？そんな命令なんかより大事なものがある。なんだいそれは？騎士の誓いだ。俺はお前に命を救われた。幼かったお前を城の外に連れ出して処刑されそうになった時、お前は身を挺して俺をかばってくれた。あの時俺は誓ったんだ。お前に救われたこの命、いつだってお前のために捨てる覚悟だと。サイラス。ああ、この命は親友のお前のためにある。その俺がどうしてお前を殺せる？ありがとう。サイラス、ようやく思い出して。これだけやってよ、思い出すなんか。お前ひでえな。幼い頃いつも一緒に遊んでくれた優しい友達のことを。サイラスだっていいキャラそうだぞこいつ。あの時僕に初めて外の世界を見せてくれたのは君だったんだね。まったく、思い出すのが遅いぞ。ぼんやりしているのは相変わらずだな。たとえお前が白夜王国の王子だったとしても、お前はお前だ。俺にとっては何も変わらない。サイラス、僕と一緒に来ないか？一緒に？白夜王国の騎士である君には信じられないこともかもしれないけど、僕はガロン王に騙されていたんだ。城にいた頃からずっと。あの白夜王国の惨状はガロン王から渡された魔剣の爆発のせいだ。あの時白夜王女が母上がかばってくれなければ、あの爆発で僕はとっくに死んでいた。そんな、じゃあ王はお前を殺すつもりで？わからない。でもこの戦争はガロン王が仕組んだことだ。こんな卑劣なやり方で白夜王国を滅ぼそうとしたアンヤ王国に正義なんてない。それに気づいてしまった以上、僕はもうアンヤ側には戻れない。やっぱり信じられないかな。アンヤ王国を裏切った僕が君を騙すために嘘をついてるって思ってる？いや、そうは思わない。信じよう、お前を。二度俺の命を救ってくれたお前の言葉を。サイラス、お前に誓う。俺はお前を信じて戦うさ。そしてもし叶うのなら、共にこの世界に真の平和をもたらそう。誓うよ、僕も。ありがとうサイラス。君もアンヤ王国の騎士であったとしても何も変わらない。
サイラスはこれからこれまでもこれからもずっと僕の大親友だ。お前忘れてたじゃねえかよ。何がこれまでもじゃよ。とんでもねえ調子いいやつだな。伝令伝令。大変じゃ。桜様、斎蔵さん、オロチさん、どうしたんですか。そんなに傷だらけで。どこにも傷は見えない。国境に向かう途中で龍馬様と匠様が、出雲公国の国境に向かわれたお二人が行方不明になってしまわれた。もしかすると敵に囚われたか、最悪戦死なされた恐れも。そんな。龍馬様、匠兄様、桜様、気をお確かに。その伝令は本当なんですか。こんなこと冗談で言うわけねえだろうが。どうして俺はあの時龍馬様のお傍らを離れちまったんだ。おそばか。かげろうのやつ、うまくやってくれてるといいが。よいか。ミカミックス様、偉そうだな。この軍の指揮を取っているのはそなたじゃな。わらわは亡き御事様抱え呪いし、オロチとも呪いしかよ。今は戦闘の指揮を雪村軍師が取っていて、戦闘は小競り合い状態にあるということなのじゃが、二人の安否を確かめるためにすぐにでも出雲公国に向かいたいのじゃ。どうかお力を貸してくださらんか。偉そうなのか頼んでるのか、どっちだこいつの言葉遣いは。かたじけないの。私も行きます。行けません。え、ダメなの。回復薬連れてこうよ。国境沿いの戦場はとても危険です。どうか桜様はここに残っていてください。嫌です。兄様たちが戦死なされたかもしれないというのに、私だけおとなしく待っているなんて、そんなことできません。ウーグス、龍馬様、タコミ兄様、さくら、ねえ、ミカミックス、どうかさくらの気持ちを汲んであげてくれないかしら。母親を亡くしたばかりで、今度は兄弟まで。おとなしく待っていろという方が無理だわ。私も全力を尽くして守るからね、お願い、ミカミックス。お前がさ、全力を尽くしたところで大した戦力にならん。さくらは僕たちで守ろう。危険かもしれないけど、ついてくるというのなら止めないよ、さくら。ありがとうございます。いや、回復ユニットは必要だよ。ぜひついてきてくれ。サイラスも一緒に来てくれるよね。ああ。俺は逆にここには残れない。どっちみちお前についていくさ。おい。このアンヤの野郎も連れていくのかよ。仕方ありませんよ。ミカミックス様のご友人とはいえ、アンヤの騎士がここに一人で残るわけには。面倒だな。あれ、喋った。龍馬様の弟だって言うからおとなしく従ってやってるが、俺は信用してないぜ、こんなやつ。やめんか、サイゾウ。兄さん、ミカミックス様を信じてください。その方はアンヤ王国に囚われた私の命を救ってくださったんです。信頼できるお方ですよ。どうだか、アンヤの奴らで一芝居打ってお前を信用させただけかもしれん。騙されんぞ、俺は。そう思うのも無理はないよ。疑うだけ疑ってくれればいいし、僕に従えという気もない。でも僕は君のことを頼りにしてるよ、サイゾウ。いい。ミカミックス、あまりゆっくり話をしている時間はないわ。早く言えよ、そういうことは。そろそろ出発しよう。次の目的地は出雲公国だ。誰が仲間になったんだか。サイゾウとかは仲間になったのか、結局。サイラスはもういきなり裏切ったな。まあ、というところで、じゃあ、第7章ですかね。これで終了して、また次回やっていきたいと思います。